トシさん100キラキラありがとうございます。神戸のヒッキーさんもこんにちは、いつもありがとうございます。テロップ打ちます。フリースタイルバスケ、あよいしょ、しおさんこんにちは。ロジックさんと藤本さんと正月さんもこんにちは、いつもありがとうございます。しおさん限定の限定のタコさん1匹ありがとうございます。タコチュー、藤本さん北海道とうとう30度行きました。そんな30度も多分行ってないと思います。今はちょうどいい気温です。まふみさんとコロワンさんもこんにちは、いつもありがとうございます。トシさん土日は部活ないの？まだ私部活入ってないんですよ。入ろうか悩んでてけど、まあ一回まあいろいろ落ち着いてから入るか入らないか。ユーロステップさん遊びに来たよ、ありがとうございます、いらっしゃい。チャミさんペットボトル開けてほしい、 OK です、了解です。今日は4時から5時でフリースタイルバスケ配信をするので、早速お茶を飲む、ボールを回すついでにお茶を飲みます。成功。どっか行っちゃった。お茶を飲みます。蓋発見。トシさん限定のタコさん1匹ありがとうございます。タコチュー。藤本さんアイス食べまくり、あそうですね、やっぱりアイス食べまくらないと熱中症になっちゃいますもんね。タクゾーさんこんにちは。新パパさんツナちゃんこんにちは、ラブこんにちは、ラブです、いつもありがとうございます。そうなんや、そうまだ部活何に一応バスケ部に入ろうと思ってるんですけど、まあ、入るか入らないかをまだ悩んでる途中です。初見ありがとうございます。SYK44 さんこんにちは。27番のつなちゃんです、お願いします。今からフリースタイルバスケ配信をします。マークをしてフォローもお願いします。ムロモンさんこんにちは、いつもありがとうございます。新パパさん仕事の合間に見に来ました、ありがとうございます、いらっしゃい。あかっこいいとか皆さんありがとうございます。あちゃみさんいつ見てもかっこいい、ありがとうございます。としさん蓋の落ちる音よく聞こえる、そうですね、今蓋落ちた音めちゃくちゃ大きかったですね。初見ありがとうございます。マーコさんこんにちは、こんにちは。ドリーさんカラフル、マーコさんアップルウォッチ欲しいと思ったことありますか？アップルウォッチは持ってないので、なんか欲しいかなって思います。なんか出た時は欲しいなって思って、今もまだ結構欲しいかな、
があったら嬉しいなと思います。こんにちはバインバインです。ちもたさん、アイスうまい、アイス美味しいですよね。私は今待ってます。とさん、僕もさっき小豆バー食べたよ。小豆バー。S は新パパさん、つまりつなちゃんはバスケットボールがなければペットボトルのお茶は飲めないってことですね。わら、そう、バスケットボールがなかったらペットボトルの蓋開けれません。ね、私はモナオ派です。モナ系はアイスモナカ。まーさんとギリギリさんもこんにちは、いつもありがとうございます。ちもとさん、暑いゴールデンウィークじゃ。そうですね、暑い今年はになりますね。ちょうど海とかいい季節ですよね。飛ぶ風さん、こんにちは。27番のつなちゃんです。お願いします。谷谷さん、このココチャさん、ハート20個ありがとうございます。僕はチョコモナカジャンボだったらチョコモナカジャンボですけど、バニラモナカ、新パパさん、今日も大道芸を披露してくれします。たしさん、限定のたくさん一匹ありがとうございます。初見ありがとうございます。はありがとうございます。あとハクポッチさん、こんにちは。こんにちは、いつもありがとうございます。あ、またまたハーベブさん、ハートと、地元さん、おやつに北海道産のシュークリーム食べた。あー、いいですね。シュークリームだったら私はカスタードと生クリーム両方入ってるのが好きです。ありがとうございます。デルスパイダーさん、ハロー、ハロー、イエイ。あ、北海道産生クリーム、やっぱり北海道の生クリームダブルシューが好きです私は。パッピさん、カラフルな星たくさんありがとうございます。流れ星、今日はフリースタイルバスケ配信ということで、先に配信の どこに置いたか、さあ、ありがとうございます。SMSお願い、 SMS 認証お願いします。特典にならないらしいので、よかったら SMS 認証と、じゃあ今日の配信予定の方、今やってる配信は、5時までで、フリースタイルバスケ配信、7時から、8時59分で、B48 リクエストアワーをやります。
をやりますので、よかったら来てください。お願いします。今日はフリースタイルバスケ配信なので、早速やって、まず最初は、いつもフリースタイルバスケします。まずは、タル回しという技と、あとまあ投げる技からしていきます。逆手の技、逆手こうまず右手でやって、次両手でやって、で左手でやるという技をします。感じがいつもフリースタイルバスケをやる前にやっているアップです。あ、ハーピーさん、シンパパさん、うわー、リクアは聞いてみたい。 ありがとうございます。7時から、今日と明日の2日間で分けてやってます。今日は、20位から11位までで、明日も同じく7時から、10位から1位までやってます。よかったら来てください。トリーさん、カラフルな星10個と、あと金色のハート5個と、あとここありがとうございます。マータローさん、こんにちは。拍手ありがとうございます。あ、うわすげえ、ありがとうございます。シンパパさん、簡単にしているように見えるけど結構難しそう。そうですね、最初のうちは全然できなかったです。もう樽回しとかもなんか途中で変な方向行っちゃったりとかしちゃって全然できなかったんですけど、今はもうできるようになりました。型に通すのとかもよくここら辺とかにぶつけて全然通せなかったりしたんですけど、もう大丈夫。ドリーさん、赤色のだるまさん10個ありがとうございます。藤本さん、この金色のタコさん1匹ありがとうございます。あ、すごいからあげるな、 ありがとうございますと、シンゴさん、こんにちは、いつもありがとうございます。初見ありがとうございます。ゲンゴロウさんかモトゴロウさんか、こんにちは。よかったらハートマークをしてフォローお願いします。ゆうげさん、こんにちは。じゃあ、次は、まあ、私が得意な本題の、ボール回しの技をしていきます。ボールを回さずにあったタル回しという技を今度はボールを回してやります。ちょっと3回連続やったんですけど、あ、子犬
謝金ありがとうございます。シンパパさん失敗したら部屋が壊れそうたら危ないものがあります。じゃあ次の技をします。次はまあ背中から回して力投げて逆手で取るという技をします。こんな感じです。あ、本当にボールが回ってるのかななんて見てます。回ってますサリエさん限定のたくさん一匹ありがとうございます。さんこんにちは、いつもありがとうございます。回っております。そうボール回ってないと指一本では持てないです。リフティングみたいに開けてこうやって膝に当て逆手でキャッチするという技をします。感じの技をあります。あ、周りに壊れそうなものは置いてないよね。もう避難させました、ドリーさん、だるまさん、赤いだるまさん11個ありがとうございます。あ、すごいです、ありがとうございます。次は何をしようかな。じゃあ次は得意というかまあお箱なあの足逆手という技をします。一回ボトムショルダーっていう技をしてから足の間を通して逆手でキャッチするっていう得意な技をします。感じでこれが私の一番得意な技です。MO さん、カラフルの星10個ありがとうございます。ニンニンさん、金色のだるまさん10個ありがとうございます。サリューさんと限定の特産1匹ありがとうございます。タコチュー。ポッポやしまちゃんさん、こんにちは。藤本さん、運動神経良い。運動神経はいい方かな。いい方です。
体育の成績はいつも5ではありますけど、いつも水泳とあとマット運動、機械体操だけがめちゃくちゃ中に入ったらダメです。やっぱり陸でないと。じゃあ次の技をします。次はボールを2つ使います。で、もう1個のピンクボールです。これでさっき1個でやった時のタル回しという技、今度はボール2個でやります。あ、僕も体育はいつも5だった。あ、すごい。けどたまに4になったりもしました。水の中は苦手です。ツナなんですけど、マグロですけど、水の中泳げないです。では、します。ちょっとよいしょ、こんな感じで肉のボールをますというか、交互に入れ替えてます。結構大きく持たないとボール2つ同士がぶつかって難しい技です。で、次はあとボール回しで、ちょっとこの技は難易度高いんですけど、ボールを2個回して両方でボトムショルダーとかする技をします。ボールスタね、今一応成功したんですけど、ちょっともう一回やります。よいしょ、こんな感じで2つをこうやって回して成功しました。イエイ。2回とも成功しました。ちょっとボールスタンドはやらかしちゃいました。ちょっと当たっちゃって倒れちゃった。今のも成功しました。すごい、 2回連続で成功したのがすごい嬉しいです。次は、よいしょ、ボール一つの技をします。次は、もうちょっとだけ難易度の高い、ちょっと天井に当たらないか心配なんですけど、天井に当たらないように気をつけながら回転キャッチっていう技をします。でさ、壁とかスマとか大丈夫だったかな。あそこは大丈夫みたいです。ボールスタンドが倒れちゃっただけ。普通にぶつかっちゃってさっき。地元さん、スラムダンクできるぜ。スラムダンク、小学校のゴールでスラムダンクしようと思って挑戦したんですけど、ちょっと届かなかったです。あ、天井と照明に気をつけます。ちょっと電気がない場所に行きます。ここら辺にあるのでこちら側に行きます。
立ったらちょっと危ないんで。2回連続成功です。グッジョブ。この技は、まあ、最近だいぶ安定してきた方です。よいしょ。コウくんさん、虹一つありがとうございます。虹。ニンニンさん、金色のハート10個ありがとうございます。ドリーさん、ハート10個ありがとうございます。よいしょ。ユーロステップさん、ハート10個ありがとうございます。あとで、ハビーブさんも金色のハート5個ありがとうございます。よいしょ。少しお茶飲みます。よかったです、さっきの技大成功。なおさん、初見ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。もう、27番です。つなちゃんって呼んでください。うどん屋さん、こんにちは。こんにちは。しっかり休憩させていただいております。藤本さん、バスケ部。はい、そうです。小学校2年生から、6年までを、まあ、バスケのクラブ入ってて、で中1から中3までずっとあのバスケ部やってたから、今8年です。8年間バスケをしております。イエイ。ポジションは、ポジションは一応、まあ、いろいろガードやったりとか、スモールフォワードだったりとか、シューティングガードだったりとか、こういろいろやってます。あ、そう、はい、ベテランです、ベテラン。新パパさん、体育館みたいな、広いとこかな、大きなかな、大きなとこやと周りを気にせずに全力でできるよね。そうですね、体育館みたいに広かったらだいぶもう周りのものとか気にしなくてできますね。あ、トシさんありがとうございます。どうか皆さん SMS 認証をお願いします。あのアカウント設定というところから開いたらできるらしいのでお願いします。いちごミルクさん、この金色のだるまさん、だるまさん5個ありがとうございます。よいしょ。と発音もと2度目の訪問もありがとうございます。じゃあもう一度戻りたいと思います。休憩がいい感じにできたので。よいしょ。次はまあこんな感じでこう手渡しで渡す技をします。
あ、スカイさん、こんにちは。こんにちは。感じで結構なんだろう、腰を反らないとできない技でちょっと折れそうになります。あ、カッツァさん頑張ってください、ありがとうございます。頑張ります。おじゃるさんも頑張ってください、ありがとうございます。頑張ります。ドリーさんハート10個ありがとうございます。皆さん拍手ありがとうございます。イエイ、成功。よいしょ。次はまあ、ボール回したまま、こう後ろ向いて投げて前向いてキャッチっていう技をします。見てもらった方がいい。はい、今3回連続成功したんですけど。あ、ドリーさん肩がめちゃくちゃ柔らかい。私結構肩柔らかいんですよね。どうやったら柔らかいってことを見せれるんやろ。ちょっとわかんないんですけど、肩は結構柔らかい方です。よく後ろ行きます。3回連続成功、イエイ。あ、素晴らしい、ありがとうございます。ドリーさん、この赤いだるまさん10個ありがとうございます。3回連続、イエイ。あ、デデスパイラーさんナイス、イエイ、センキュー。トシさん筋肉見せて、筋肉筋肉、これが私の筋肉です。スカイさんフォローありがとうございます。ハートありがとうございます。アニシーさんも拍手ありがとうございます。皆さん、キラキラの星もありがとうございます。拍手ありがとうございます。としさん、よいしょ。じゃあ次は、次は普通にどうしよっかな。アラジンっていう技を私が、実際に作った技が一つあって、その名前がアラジンっていうんですけど、なんでアラジンって名前なのかっていうと、アラジンの映画見た方分かると思うんですけど、アラジンがリンゴ取ってこう肩にこうやってやってジャスミンにパスするじゃないですか。確かこの空飛ぶ絨毯の上で、それをボールを回した状態でやったからアラジンっていう技を作ったんですよ。なのでその技をします。かかしさん金色のハート5個ありがとうございます。かかしさん、この限定のタコさん1匹ありがとうございます。タコチュー、オリジナル技アラジンです。ヌリさん、ディズニーマニアがすぎる。そう、ちょっとそのアラジンを見てる時に思いついちゃって。初見ありがとうございます。ムムさんこんにちは。ではアラジンという技をします。
感じで、一回左手の写してから肩内で転がして、こうやって投げて逆手でキャッチして取ってます。これが私のオリジナル技アラジンです。そう、ちょっとここに穴開いちゃったら大変なんですけど、一応成功しました。でもう一つは結構配球にハマってた時期に作ったバレーボールって技を作ったんですけど、まあ、ちょっとなんて言うんだろう、ダサい技というか、ちょっとボツ技としてお蔵入りになってたんですけど、まあ、その技をします。配球にハマってた時期に本当作ったんで、めちゃくちゃ、こんな感じでレシーブして取るっていうねちょっとこれはあんまりかっこよくなくて、ちょっとボツくなっちゃったんですけど、ボツになっちゃったんですけど、この技をもうちょっとなんかいろいろしたらかっこよくなるかなと思って今試行錯誤中です。河原家さん、10個ありがとうございます。あと、にしんさん、この限定のタコさん1匹ありがとうございます。タコチュー、としさん、ダサ技、なるほど、いいんじゃない、レシーブしても回転が止まらないのがすごい、ありがとうございます。一応、回転は止まってないんですけど、これをもうちょっとなんかかっこよくキャッチするとか、これの後に何かしたらかっこいいかなと思って今まだこれの続きを考え中です。ティレイさん、ハート10個ありがとうございます。あとジュモトさん、バレー部できるよ。私バレー部配球見てもうめちゃくちゃバレーに憧れて、バレー部の友達にバレー部入りたいって相談したんですけど、やめときって真顔で言われました。なんかやっぱきついらしいです、バレー部の。なんかこのスパイク打ち込まれたのをこうやってレシーブで拾いに行くのとかの練習がきついからやめときって言われちゃいました。ティレイさん、このハート30個ありがとうございます。姉さん、赤いだるまさん一つありがとうございます。ありがとうございます。と、新パパさん、ああなるほど、レシーブ、そう、なんかああって感じになっちゃうんですよ。けど、この技に、まだ何か足してもうちょっとかっこよくできたらなとは考えてます。では、じゃあちょっとさっきお茶を飲んでから次の技をします。ちょっとお茶を飲みます。初音もと2度目の訪問もありがとうございます。よいしょ。愛媛みかんさん、限定のタコさん1匹ありがとうございます。タコチュー、トシさん、いずれの部でも練習はきついよ、それを乗り越える気力体力を養うのには意味がある。バレー部入りたいんですけどね、けどやっぱり8年間バスケも続けてきたので、もうバスケをやめるっていうのもちょっとうーんって感じです。ゆうさん、ちらこんにちは。じゃあ早速次の技をやっていこうと思います。
技はどうしようかな。次の技はボール回しじゃないんですけど、ターンっていう技をしてからの小鉢という技をします。ちょっと入りきらなかったらごめんなさい。ちょっと結構横に動く技なんで、なるべく入るようにします。ここら辺から始めれば多分いけるはずです。こういう技で、最初にやったこれがターンっていう技で、その後にやったこれが小鉢っていう技です。これを連続でやってます。こんな感じの技です。ちょっと目が回っちゃうんですけど。あ、初見です。初見ありがとうございます。ポンギーさん、こんにちは。どうも、27番です。つなちゃんって呼んでください。一回転してます。一回転して左手のこんな感じで逆手で取って回って抜いてる技です。すごい目が回る技です。よいしょ。ドリーさん、マイケル・ジョーダンはバスケ選手からプロ野球選手に転向したんじゃなかったかな。ドリーさん、運動できる体があれば何でもできそう。そうですね、バレー今から極めて、高校春のバレー春高バレーに出ちゃうみたいな。あ、そうですね、じゃあちょうど自己紹介をしようかな。こちらにあるので、よいしょ。ちょっと取れない。じゃあ、このタイミングで、それでは自己紹介をします。よいしょ。どうも、27番です。つなちゃんって呼んでください。年齢が15歳で高校1年生です。で、出身が大阪出身で、身長が158センチです。で、特技がちょうど今このやってるフリースタイルバスケと、あとドリブルしてシュートするバスケとジャズダンスが特技です。お願いします。お願いします。イエイ。と、豆太郎大大きなさん、大きなさん、フォローありがとうございます。初見ありがとうございます。豆太郎大きなさんか大きなさんか、こんにちは。そうですね、じゃあ時々挟んでいきます。ビッグウェーブさん、こんにちは、いつもありがとうございます。よいしょ。じゃあ早速続きをやっていこうかな。シャトーさん、限定のタコさん1匹ありがとうございます。タコチュー、よいしょ。じゃあ次の技はちょっと難しいんですけど、頑張って成功させる技をやります。いきます。これは、背面キャッチという技で、一回ここで投げてから背面で取って回って抜くっていう、すごい難しい技です。もう一回できるかな。もう一回します。あ、やった、2回連続や。イエイ。これだけが大変だったね。好きな食べ物はいちご、砂肝、オムライスさん、こんにちは、初見ありがとうございます。と、しんぽぽさん、そんな普通にできません。この技はもうめちゃくちゃ習得するのに時間がかかりました。ふりさん、めっちゃすごい調子がいい。あ、そっ
そうですね、今日はやっぱり私のマイフレンドなこのピンクボールちゃんもどうやら今日気分が乗ってるみたいです。今日はノリノリだよってます。落としちゃった。トシさんすごい2連続成功ありがとうございます。イエイ、嬉しい。2連続はもうめったにないのですごい嬉しいです。よいしょ。じゃあ、何をしようかな。じゃあ次は、回りながら後ろで渡して抜くっていう技をします。あ、新パパさん、2人組ですることもあるんですか。基本2人組でする技とかもあります。一応けどボール回しだったらこうやってなんだろう、ボールをお互い回して交換する技とかはやります。2人じゃないとできない技っていうのはないかな。どうなんだろう、なんか基本1人でやってます。トシさん、そこは2階下の部屋に響きそうだね。一応下の部屋に響かないようにシートは引いてます。マットみたいなのは引いてます。怒られちゃったら悲しいです。なんて言ったっけ、回ってこの後ろで渡してこう左手で抜くという技をします。いいかな。金色のだるまさん10個ありがとうございます。よいしょ。左手かな、もう回るのがすごいよね。一応左手でも回せるように練習しました。こんな感じで短時間なら左手でも回せます。右手でいつもやってる回転と逆の回転も回せるようになりました。一応こんな感じでいつも回ってる回転の反対も回るようにはできました。と、チンパパさん、目に見えないとこで受け渡しできるなんて、もうこれは本当になんとなくの感覚でやってます。あ、落ちてきちゃった。なんとなくの感覚でやってます。もう見えないのでこれは本当慣れるしか。トシさん、両手左右回転できるのがすごい、ありがとうございます。もっと逆側の回転とかも回るようになったら、もっとすごい技もできるようになるので、今反対側の回転も練習中です。トリンさん、金色のだるまさん10個ありがとうございます。よいしょ。あ、すごい揺れる。ノーヤンさん、こんにちは。こんにちは。じゃあ次はもう難易度マックスの今一番練習している技をします。よいしょ。最近ちょっと成功率が上がってきました。あ、ドリーさん、黄色のだるまさん10個ありがとうございます。こうゆっくりやると
して回ったままこう投げてから左足のここで一回キャッチして、で投げて逆手で取ってます。すごい、今日は成功した。今日成功しました。どんどんもう成功率上がってきています。もうこの技がもう完璧にできるようになったらやっぱり強力な技の一つになると思うので、いっぱい練習します。やったぜバインバイン、頑張れさん。やったぜバインバイン、シンパワースすごい大成功、ありがとうございます。でこんなにあっさり成功するとは思わなかった。藤本さん半端ない、ありがとうございます。初見ありがとうございます。福岡のみえさん、こんにちは。こんにちは、もう27番です。つなちゃんって呼んでください。お願いします。よかったらハートマークをしてフォローもお願いします。こうじさんこんにちは。しんぱぱさん、ピンクの相棒がずいぶんご機嫌みたいです。私の今日のピンクの相棒さんはどうも超絶ご機嫌みたいです。イエイ、今日は頑張っちゃうよって言ってます。だいぶ機嫌がいい。熱っ、少しお茶を飲みます。熱っ、お茶飲みます。藤本さん、ピンクよく頑張った。ありがとう。これからも頑張るよって言ってます。ドリーさん、ハート10個ありがとうございます。ハート、ちょっと待って、ピンクの相棒ちょっと待って、ハート。トシさん普通に飲んでるやん、ほら。あ、ほんまや、めっちゃ普通に飲んじゃった。ごめんよ相棒、相棒を使わずに飲んじゃった。ドリーさん、金色のだるまさん10個ありがとうございます。新パパさん、フリースタイルバスケで目指すとこはどこですか？そりゃもう世界一です。世界一のスピナーになります。もう全ところでもう大会とかで優勝して世界一になりたいです。藤本さん頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります。イエイ、少し待ってください。よいしょと、アラームが鳴りました。目指せ世界一のスピナーです。愛高幸さん、今日4月27日誕生日です。お誕生日おめでとうございます。高幸さんもおめでとうございます。そうですね、じゃあ、先に壇上読みの方をしていきます。新次かりさん、こんにちは、いつもありがとうございます。壇上読みの方をしていきます。よいしょと、13位の方から読んでいきます。13位、ティレイさんありがとうございます。12位、シャトーさんありがとうございます。11位、愛媛みかんさんありがとうございます。10位、にしんさんありがとうございます。9位、サリューさんありがとうございます。8位、藤本さんありがとうございます。7位、しおんさんありがとうございます。6位、かかしさんありがとうございます。5位、としさんありがとうございます。4位、にんにんさんありがとうございます。3位、たにやんさんありがとうございます。2位、ドリーさんありがとうございます。そして1位はコウくんさんでした、ありがとうございます。よいしょ、皆さんありがとうございます。では、次の配信の予告をしていきます。
しておきます。よいしょ。以上。次の配信は、7時から8時59分までやります。そして次の配信はとうとう。てれん。てれん。次の配信は7時からの配信は、No.27 つなちゃんが選ぶ NNB48 リクエストアワーセットリストベスト2024の、ランキング20位から、11位をします。イエーイ。結構私の好きな曲がカラオケの配信に入っていなかったりとかして、ちょっとアカペラで歌う曲もだいぶ多いんですが、曲中に何かが起こるかもしれないので、よかったら見に来てください。お願いします。7時からやってるので、よかったら見に来てください。お願いします。としさん、6時から会議なので残念ながら来れません。配信頑張ってください。そうですよね、会議頑張ってください。応援してます。なんか多分お仕事の会議かな、大事な会議だと思うので頑張ってください。新パパさん、ありがとうございました。仕事に戻ります。あ、お仕事頑張ってください。応援してます。もう皆さんお仕事頑張ってください。もう土曜日にもお仕事あるの大変そうです。頑張ってください。あ、最高の笑顔でスクショタイムお願いします。あ、わかりました。少し髪を整えて、最高の笑顔。いいかな、最高の笑顔です。ブルーマウイシンさん、金色のハート5個ありがとうございます。それでは、次の配信は7時から、このリクアワ配信をやっているので、よかったら来てください。お願いします。では、終わります。皆さんありがとうございました。19時から7時から、8時59分までやってるので、よかったら見に来てください。お願いします。あ、はい、高幸さん、ハートなんかいっぱいあるやつ10個ありがとうございます。それでは終わります。皆さんありがとうございました。7時から8時59分でやってるので、よかったら来てください。お願いします。